3番高橋みつぐ、史上空前の SG20 回目の優勝だ。あの激闘から1年、再び頂上決戦の幕が上がる。伊勢崎高橋みつぐ、最後の大きい大会ということで、まあ、自然とね、みんな気持ちも入っていく大会だと思いますけど、スーパースター連覇を狙う高橋みつぐ、絶対王者の意地を見せつけろ。自然体で、流れに身を任せて四季を呼び込んで頑張ります。長いセット、さあ高橋がここは2013年を代表するレーサー16名による最高峰の戦い、 SG スーパースター王座決定戦。今年はリアタイヤを統一し、その覇権を争う。大晦日最後の大一番を見逃すな。